今回の動画は V ベルト最高峰、三ツ星 AGX です。除雪に楽しみを侍チャンネルへようこそ前回の動画ではスタンダードベルトの検証結果をご覧いただいたんですけど、今回ね、新しく取り付けるベルトに選んだのは、この三つ星のスーパー AGX です。 まあ、通常ね、除雪機には、この三つ星だとオレンジ V ベルト、バンドだとね、レッドベルトって言ったりして、通常ね、除雪機にはこの強化タイプを使うんですけれども、今回は V ベルトの最高峰、スーパー AGX を選んでみました。このスーパー AGX の特徴としては、特殊骨のを使用して、耐員摩耗性に優れて、さらに高弾性、単繊維補強ゴムにより、 高いい衝撃性も備えたという大きな負荷にも耐える高い耐久性ということでこれはもう除雪機にうってつけじゃないかということでね選んでみましたそして中の構造もですねオレンジベルトの方は新鮮がポリエステルなのに対してスーパー AGX は高強度アラミド新鮮ということでね使っている素材自体が違うんですよね強度も倍ぐらい強いんですけど 値段もね倍ぐらいすするんですよただこんなベルトがあることを知ったらもうね使ってみたくなってしまいますよね今回は負荷のかかるオー型部分にのみね使用していきたいと思いますまた違うメーカーのねバンド製のものだとスーパー V ベルト W800 っていうのがねありますねこの動画をね見てる方の中にももうすでに使ってるよっていう方もねいらっしゃるんじゃないですかね そして早速取り付けを行っていくんですけどこの外れ止めのね隙間の基準が 5mm ぐらいにね調整するようになっていますねそしてもう一つのね外れ止めがこちらの隙間がね約 3mm ですねまあ本当はね両端の2箇所をしっかりと計測して均一な隙間にしてからね固定をした方がいいんですけど私はねもう大体こんなもんかなっていう感覚でね 取り付けを行っていますそしてこのの箇所のナットを締め付ける映像は撮れてていませんでししたねそしてもう1本のベルトクローラーに動力を伝える方のベルトは標準のオレンジベルトを装着していきますこちらのベルトは前回の動画でもねご覧いただいたようにあまりね負荷がかからないのでスーパー AGX まで付けるのはもったいないかなと思いまして。 今回走行系にはオレンジベルトを使って2種類のベルトを使い分けて装着することにしましたこちらのベルトも下側に外れ止めの金具がついていますのでベルトをしっかり張った状態でだいたい5ミリぐらいですかね隙間を空けるようにして取り付けを行いますそしてベルトのところにベルトのね規格が書いてあるんですけどこの2本のベルトの規格とあと交換した日にちは これね、メモ帳かなんかに、ね、メモしといた方がいいですね。このちょうどね、今見えているベルトの規格なんですけどどうしてもね、この外側のところが擦れてしまってベルトを交換するときに、ね、規格がわからなくなってしまうのでこれね、メモしとくと次の交換でね、ベルトを購入する時がスムーズかなときがうう、まあ、私、大体、ね、雪の降った量にもよるんですけど大体2年から3年でね、ベルトは交換するので。 切れてから交換というより切れる前に交換して安心して除雪を行うようにしていますそうしますとね大体ね付けてあったベルトってまだ使えるんですよねそれですので取り外したベルトは予備として万が一のベルト切れに備えて保管しておくようにしていますさあそれでは2本のベルトの装着が終わりましたこの V ベルトってバンド製のものか この三つ星製のものかね、どちらかを使われている方が多いと思うんですけど、皆さんはね、どちら使われてますかね。私はね、農協の農グセンターでこのベルトを購入したんですけど、ベルトを注文すると、まあ自然とね、この三つ星が来るので、まあこの三つ星をね、自然と愛用していますね。まあどちらのメーカーもね、同じようなものを売ってるので、メイドインジャパンということで、二つのメーカーに 大きなね性能の差はないのかなというふうに考えています今回のこのねスーパー AGX これね検証するにあたっては切れるまで使うとね一体何年かかるんですかねこれまあ、AGX をね検証のためにずっと切れるまで使うとなるとねまあ例えば10年後に切れましたってなってもこの除雪機自体がねもう今25年使ってますからね まあ、25年のね、間には、もう数々のトラブルがあって、一番驚いたトラブルが、このシューターがね、根元から折れた時ですね。もともとはね、一段シューターだったんですけど、このシューターの根元のところにね、非常に負荷がかかって、金属疲労でね、もう根元からね、ぼっきりとね、取れてしまったんですよね。そしてね、シューターのない除雪機って、真上に雪がね、 バーンとこう投げ上げられるので、自分にね、雪が降ってくるんですよ。あの時はね、ほんと驚きましたね。そしてすぐにね、部品を発注したんですけど、もうね、その部品はなくなってますとね、いう回答が販売店から来て、溶接して直そうかどうしようかとね、悩んだんですけど、もうね、その時は急いでいたので、もうニューモデルのね、後継機のシューターを取ってくれと。 もうつかなくてもいいから取ってくれということでね注文して取り寄せたのがこのシューターですねそうしましたらねこの根元のねナットのとこですよ取り付けのちゃんとね補強のねプレートがついてるんですよねしかもねポン付けでね装着できたということでこの時はね買い替えなくてよかったんですよねそして2番目はやっぱりこのベルト切れなんですよね まあだいたいベルトが切れる時って雪がね大量に降ってる時なので修理工場もねもう大体いい混雑していてなかなかね治らないんですよ治るまでの間はね雪が降るたんびに1時間ねスノーダンプで除雪をね行わなければならないのでメタボ対策とね割り切ってしまえばいいんですけどさすがにね仕事に行く前にねもう疲れ切ってしまうのでそんな経験もあって こう少しずつ整備を始めてベルトの交換をねできるようになったっていうのがありますねただ自分で作業を行わない人にとってはこのスーパー AGX を使えば交換スパンも伸びるのでベルト代は少し高くてもメンテナンス費用は少し抑えられるかもしれませんねまあ本当にどのくらいの期間使えるのかというのがね大切なんですけど前回の動画で検証を行ったスタンダードベルト あの耐久性を1年と考えるとオレンジベルトはまあ今までの経験から大体2年から3年ですかねいずれのベルトもね、切れる前に交換していたのでこのスーパー AGX は5年はね使えないとまあ価格に見合うね、ものはなくなってしまいますねただやっぱり良いベルト使ってるっていう,、ね、こう安心感ですよね 丈夫なベルト使ってるよっていうこの安心感それとやっぱりね自己満足じゃないですかねいつもよりねちょっと高いグリスを買ってつけてみたとかねまあそういうこうプラシーボ効果も含めて除雪することがこう楽しくなっていったらいいなというふうに思いますね今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました皆さんからのチャンネル登録やコメントそしてグッドボタンが私の動画作成の原動力です 除雪に楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。